Shiny lights and purple sky, everything's so bright. 期待で朝近みや。Turn off your phone and off your mind. Look at you so bright. Won't you so? どうもマックス杉でございます。私は本日埼玉県の上里町というところに来ております。はい、ただいま夜もうすぐ9時になるんですけれども、本日お邪魔させていただくお店さんはこちら、ラーメン大将さんというねお店さんでございまして、こんな感じなんですけども、はい、マックス杉、なんでこの上里町に来たのか、はい、ズバリ答えはこちらでございます。以前私このような挑戦状を上川町にある庄屋さん、ラーメン庄屋さんからにいらっしゃるお客様にいただきました。ということでこの挑戦状を受けた結果、今日この場所にいるという感じなんですけれども、本日やる内容なんですけれども、こちらラーメン大将さん、なんと創業44年で、そのラーメン屋さん創業44年の歴史そのものでもあるカルビラーメンというメニューが、ございましてですね、そちらの総重量6キロ制限時間45分という挑戦状でございました。こちら、ラーメン大将さんの看板メニューでもあり、創業の歴史がそのままカルビラーメンの歴史というぐらい、お店さんの看板商品ということで、何やらこのカルビラーメンだけでなく、もつ煮定食とかも美味しいらしいんですけども、本日はこちらの看板メニューでマックス鈴木に挑戦状という感じでございました。個人的にこういう挑戦状をいただけるというのは本当幸せなことでございまして、なおかつめちゃめちゃ嬉しいんで、全力で挑みたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは本日はこちら夜の埼玉県上里町よりマックス鈴木 TV 挑戦状シリーズスタートでございます。ちなみに、挑戦状もし、お気持ちがある方いらっしゃいましたら、マックス鈴木どんどん受け付けさせていただきますので、ふるってご連絡ください。お願いします。いつでも来るぜ。よし、じゃあちょっとぼちぼち始めさせていただきます。あ、全然大丈夫、泣いてて大丈夫ですからね、本当にナイス BGM ですね。ナイス BGM っすよ。すげえ優しいんだよ、子供に。本当に別に泣いても大丈夫ですからね、本当に僕応援だと思ってるんで。うちもね、あれなんですよ、5歳3歳1歳なんですよ、子供が。あ、だからもう泣くとか泣かないとかそういう次元の話じゃないんで、うちは、はい、むしろ本当テンション上がるんで、はい、はい、ということでもろもろの準備が整いましたので、今から始めていきたいと思います。こちら原産でおよそ6キロとのことでございました。45分で食べきれるのかという挑戦状でございます。では店主すいません、カウントダウンの合図を5秒前ぐらいから543みたいな感じでよろしいでしょうか。はい、5、4、いただきます。3、2、1、スタート。いただきます。ありがとうございます。いやー、これ具材がすっげー。まずはちょっとプースいってみたいと思います。うまっ。うわ、すげー。ちょっとなんだこれ、ほんのりピリ辛の野菜とか具材の旨味がすごく出た、すっきりだけどコクある系スープみたいな。うまっ。これ普通に食べてもいいし、これ米とかと超合いそう。すみません、ライスのおかわりをお願いします。はい、今ね、その現場だったあの庄屋さんの店主さんいるんですけど、ただの酔っ払いですから、親父マジで酔っ払い、ほんとにもう2時から飲んでるから、2時から最高最高、ありがとうございます。うまっ。うん、野菜は結構クタクタ系な感じですね。とりあえず量が量なんで正攻法な攻め方します。まず野菜具からいこうかな。うん、これ普通に食べてもうまいけど、飲んだ締めとかで食べたらやばそうですね。超うまいと思う、特に。うまっ。この44年の創業の歴史そのものだっていうこのカルビラーメンがすごい。うん、うん、キクラゲでかい、歯応えがすごい美味しい。でも合うわ。
これうまいですね。これこれ野菜だけで何キロあるのって感じですけど、え、何キロあるんですか。 2キロ2キロ、2キロでいいでしょ。うわ、かわいい声が。店さんのお孫さんらしいですマジで。もう店主みたいな子がいてね、1歳なのにめっちゃでかいです。子供の声は多分最高の BGM ですよ。泣いても笑っても、これお肉の量、カルビの量結構あるよ。ちょっと麺いってみようか。うわ、麺いっちゃいましょうか。いっちゃいましょう。これ麺の量ちょっとやばいな。あ、これやだいぶやばいぞ。あ、細麺なんすね。あ、うまい。ありがとうございます。あ、結構スッ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 食べれるわ。すっきり系だ麺は。すごい、このスープに合ってますね。いい細麺だこれは。結構伸びやすい系の麺です。うん、おいしい。でもここはやっぱり挑戦状なんで。とんでもない、ありがとう。あの酔っ払いマジで本当に。いやもう仲良くさせてもらってる、あれだぜいつも。いやこちらこそ。マサラップ。
いやもう本当挑戦状なんで僕正攻法でマジでいきます。まだ 1.1 キロっすよ。よし、ぼちぼち取り掛かろうかな。このものすごい量の麺に行きましょうか。いやこれマジで熱いな。そうなんですよ、早いですよ。すごいママって言ってる。嬉しい、もっと応援して、もっと応援してベイビー。お子様今体重何キロぐらいですか？10キロないぐらい、はあ、すごい。もうご主人から即座にそういうのが出るぐらい、もうなんかこう愛のあるご家庭だなっていうのがもうそれだけです。何キロ素敵。赤信号じゃないんだからお父さん。ですよね、大事ですよね。ありがとうございます。この暑さ、やっぱり暑い。めちゃくちゃ暑いです。量もそうですけど、量以上にもやしもない。あ、眠いね、眠い眠いね。もう帰る、いい目見てね。
ありがとう。寝ちゃった。ありがとうございます。すいません。なんか食べることに増えてってるのが気のせいかな。気のせいですよね。ありがとうございます。君のせい。気のせいじゃない。ごめんなさい、冗談で。あんたね、目よ。校長、校長も目です。うん、
頑張れ。頑張れ頑張れ。おはようございます。これからだ。おはようございます。白飯来るぞ。来ない来ない。頑張れ。おじさん。うざくてじじい、ほんとにもう。誰に言った今。じじいに言われてるね、ほんとにもう。すみません、失礼します。ちょっと言葉が過ぎました。取り乱しました、先生。
完全に今の音声ピー入れますからね。校長先生、校長は本当にもう、もう高速に加えといてください。余計なことは口にしないっていう。いやありますよね。ありますね。こっちはあの定額にしますよ。替え玉10玉お願いします。おかしい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 、あのバカ校長とバカ教頭みたいなのにやめてください。本当にもう何言ってんすか。本当にもう 今の全部 P だわ。本当にもう、うん、旦那、それまさかこのテーブルじゃないでしょうね。それあなたの店でこの前やったばっかですけども。具もうまいよ、やっぱ特にスープがうまいっすね、これは。
ありがとうございます。どうしてもやっぱ辛みが若干やっぱ喉にくるんですよね。ありがとう。なんだって？ごめんなさい。ありがとうございます。あれ、いい味よ。男マックス。ありがとうございます。頑張れ。
うわごちそうさまでした。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しかったです。そうですか。はい、厚さとちょっとほんのりした辛みが、ね、チャレンジ的にはちょっとそこがレベル高いなと思ったんですけども、ね、基本的には味も野菜もクタクタでなんか味がすごいしみしみで、で麺も割と優しめなタイプの、そうですね、すっきりと食べれる。ちょっと。やっぱあれですね、敵はこのちょっとしたほんのりしたピリ辛と、はい、あと厚さだなと思いました。いや本当あの挑戦状をあのくださってありがとうございました。いや、全力でチャレンジいきました。ありがとうございました。ありがとうございました。大将もすいません。はい、以上マックス鈴木がこちら、上里にございますラーメン大将さんより、挑戦状シリーズの、カルビラーメン6キロ制限時間45分チャレンジをお送りさせていただきました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。暑い暑い暑いよ。What you think?